メディアを再生する、大気圏に再突入するプログレス M-10,M プログレス M-10M はロシア、連邦宇宙局が2011年4月に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げた、プログレス補給船、NASA では、プログレス42、42P とも呼ばれている。10機目のプログレス M、11回61560型の10機目であり、シリアル番号は410だった。 RKK エネルギアが製造、ロシア連邦宇宙局が運用した。第27次長期滞在中の2011年4月29日に ISS のピアース接続部にドッキングした。プログレス M-10M は2011年4月27日13時5分にバイコヌール宇宙基地1-5発射台からソユーズ U で打ち上げられた。打ち上げ9分後に予定していた。 計画軌道を達成した。宇宙機の通信、誘導アンテナを広げるための搭載命令が発行され、2機の太陽電池パネルが展開された。その後2日間の一連のエンジン噴射で ISS と会合するように誘導された。打ち上げップログレス M-10M は2日間、自立飛行し、2011年4月29日に ISS に近接し、14時19分に ヒアースモジュールの天底部へのドッキングに成功した。ドッキングは西モンゴルの上空 354km の位置で行われた。結合は NASA の最初のスペースシャトルエンデバーの STS-134 の打ち上げの試みの5時間前に起こった。シャトルの打ち上げはエンデバーの補助電源機の一つの上の2個のヒーターの故障で遅延している。 ISS を離脱するプログレス M-10M、2011年10月29日プログレス M-10M は9時1分に、止め金の解放指令が出され、名目上2011年10月29日9時4分に、ピアースの天定ポート連結部からドッキングを解除された。9時7分には、自動で15秒間の離脱噴射が行われ、12時10分30秒。 ごろに三分間の離脱噴射を行った。廃棄物を搭載した M-10M は12時48分に大気圏に突入し12時54分頃に燃焼した。燃え残りは13時0分頃太平洋上に落下した。プログレス M-10M のドッキング解除後、ISS は輸送系ロシア機柄スベットに接続したソユーズトマ -02M1 機だけになるという。 珍しい構成になった。このような状況になったのは2009年3月以来であった。合計重量は 2645kg だった。ありがとうございます。